皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウイナースタジオからお送りしています。昨日までの豪雨で被害に遭った方はお見舞いを申し上げます。さて、今日2015年9月の11日金曜日、今日の通話の言葉は意識変革、意識変革です。そして今日の BGM は四国88箇所 NHK 心を旅する四国88箇所の中から第10番切り旗字をお送りいたします。この、切り旗字、その後にまた去年お参りをしたその映像をお送りいたしてますけども、ちょうど寒い中で、昨年は行きました。去年は1月から始めて12月まで、四国88箇所、ちょうどまあ開村1200年ということで回りました。です、この一切り話は寒い中を行ったんですね。本当に四季折々のお寺もそうですけれども、周りの自然も自分にとっては何かを感じるものがやっぱりありますね。それぞれの毎日行っても多分いろいろなどこか違う顔があると思います。そういった変化を自分なりに感じて、まあ自分の心の中もあるんでしょうけど、それを皆さんも一度味わってみてはいかがですかね。今日一日が皆様にとって素晴らしい一日で